日目オープニングの1レースを逃げで星を挙げました角仁美選手に来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。すごいこの天候がね雪で、はい、スタートもしづらかったと思うんですけど。そうですね、まあ深井さんも動かれるだろうと思ったので、はい、そこら辺あたりからスタート練習はしてたので、はい、感動あってました。あ、1音のトップスタートでしたけど、はい、まあまあ感動率。そうです、初日の、お話聞くと、はい、まだちょっとスタートが届いてないっていうことだったんですけど、昨日はちょっとね、はい、両方ともダッシュで、はい、思ったよりは届いてなかったんですけど、はい、まあ、天候の変化もあったせいか、はい、今日は行き足が良かったです。でそのあたりは上積みができているという。はい、もうペラとかも決まってるんですか。もう昨日も今日も同じペラで行ってます。じゃあこのペラを中心に、はい、微調整の範囲ぐらいにももう1枚いただきながら乗ってはいるんですけど、はい、まあ、多分もうこのペラで行くと思います。はい、今日の勝ち星で、はい、まあ、ボーダーよりもまた上に来て順位も十分狙えるだと思うんですけど、はい、今後に向けて特に大きなことはやらずに。はい、もうちょっとね明日も暖かくなるっていうので、はい、そのまま明日乗ってみようかなとは思います。はい、最後にファンに向けてすみません一言意気込みを。今節は予選突破できるように頑張ります。応援してください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。2日目は、1着3着としました片岡英二選手に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日勝ち星も上げたわけなんですが、はい、初日に比べてエンジンが変わったとか足が変わった部分というのは。ペラ変えて、はい、乗り心地は良くなりました。はい、はい、足に関してはその足に関しては、まあ、普通だと思います。はい、はい、まあ良くもなく悪くもなくという。そうですね、はい、大体一緒の人が多いって感じですか。そうですね、足合わせしたり特訓とか行く感じでは同じような感じですかね。はい、その、まあ、ペラを変えて臨んだということなんですが、はい、ペラはもうこれに決めたような。ちょっと気温に応じて、はい、また明日気温とかが上がるんであれば、はい、また違うペラで調整し、はい、をします。玉川は約1年ぶりぐらいですかね。そうですね、はい、久しぶりということなんですけど、まあ、今回来るにおいてなんかこう情報収集とかそのペラのペラグループの先輩にペラを見てもらってきました。はい、それが今のところまずまず。そうですね、いいと思います。持つべきものはやっぱり先輩です。先輩ですね。はい、あとは片岡さん近況がすごい好調ですよね。福岡小島と。そうですね、はい、で自分も小島で一緒に見させていただいたんですけど、エンジンすごい仕上げてるなっていうイメージがあって。いえいえ、エンジンが良かったです。はい、もともと今節も特にそんないいエンジンというわけではないんですけど、まあ2日間終わってまずまず着順も取れてますし。はい、そうですね、悪くはないと思います。リズムはやっぱり自分でもいい方だ。最近ちょっとよいいんでこのままいいまま行きたいですね。じゃあまだ予選は2日間ありますけど、最後にファンに向けてですね、はい、その意気込みタビアを。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。